はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。今日もね、ワンチャンの話をしていこうと思います。今日のテーマはですね、散歩中にですね、歩かなくなることあると思うんですよ。まあ、疲れて歩かなくなるとかね、いろいろ理由があると思うんですけど、歩かなくなる理由についてお話ししていきたいと思います。じゃあ、まずですね、歩かなくなる理由、一つ目。お家の中で過ごしている犬が外に出るとね、やっぱ怖いんで、まあ、外の世界に、まあ、慣れてないからっていうのもありますね。うん。で、まあ、子犬とかがね、散歩中に歩かなくなる場合とかって、まあ、やっぱり外を歩いたことがないからっていう理由と、まあ、外の世界っていうのは車とかね、自転車とか知らない人だったりとか、こう初めて見るものとかが多いんですよね。あと、まあ、マンホールとかあったり、こう穴があったりとかね。まあ、ちょっと専門用語になるんですけど、グレーチングっていうのがあって、グレーチングっていうのも結構犬は怖がったりするので、まあ、そういう時はね、外の世界にね、まあ、少しずつ慣れさせるっていう必要があるんですけど、まあ、例えばカートの中に入れたりして歩いたりとかね、歩いてみたりとか、あと、まあ、散歩してる時に声をね、できるだけかけてあげたりとか、そういう風にね、対策していくのも必要かなって思いますね。あと、まあ、自転車とか車とかが怖がる犬もいるので、まあ、そういう時はね、カートの中に入れてる状態で車の近くを通ってみたりとかっていう練習をさせる方法もあるので、いろいろ試してみてください。はい、じゃあね、外で歩かなくなる理由2個目はですね、今まで生きてきた中で散歩中にですね、嫌な経験をしたから、散歩したくないっていう犬がいます。まあ、過去にね、こう嫌な経験をしてしまうと、やっぱりね、散歩に行くのが怖いとかあると思うんですよ。思い出しちゃうからね。まあ、例えば僕らの家に住み始める前に、こう他で、怖い思いをして散歩行きたくないっていう犬もいると思うんですけど、例えば僕が飼い始めて、昨日例えば怖い思いをしたとしたら、今日散歩に行くのは嫌だと思うんですよ。なので、こうルートを変えてみたりとかね、次ちょっと怖がってたら、やっぱりさっきみたいにカートに入れていくとかね、同じ道でもカートに入れていくとか、まあ、違う道を通ってみたりするとか、まあ、散歩がね、楽しいものだよっていうのをね、やっぱり、そういう風な印象にするっていうのが大事だと思います。はい、そしたらね、散歩中に歩かなくなる理由の3つ目がですね、自分の散歩ルートをね、自分で決めたいから、犬の方がですね、犬が自分で行きたいところを決めたいから動かなくなるみたいな、そっちじゃねえよみたいなね。うちのね、マロンがね、やっぱあるんですけど、まあ、行かないのみたいな声かけたりするんですけどね、やっぱり自分で行きたいんでしょうね。いろんなところにね、行きたい方向に行かなかったりとかするんですよ。僕が行きたい方向に行かないとか、全然逆方向に行きたいとか、まあ、あると思うんですけど、まあ、そういう時はね、一緒に止まってあげてください。で、犬が歩くまで待ってあげるっていうのが大事です。一番ダメなのが、引っ張るのがダメですね。引っ張って歩かせるのがダメです。そしたら、もう散歩は嫌なイメージだっていう風に、もう散歩がね、ますます嫌になるので、ますます歩かなくなります。なので、歩くまで待ってあげる、これが大事ですね。はい、じゃあ、まあ、3つお話ししたんですけども、実際ね、怪我とかしてる場合もあるんで、その散歩中に怪我をしてしまったとかね、足が痛くなっちゃったとか、もうそもそも疲れちゃったとかね、いろいろあると思うんですけど、まあ、心臓が悪いからこう疲れやすいとかね、もう歩きたくないとか、散歩中にこう震え出しておやつも食べないぐらいになってしまったら、もう家に連れて帰った方がいいですね。抱っこして、もうマジでビビってる状態なんで、そこはね、やっぱ飼い主がね、見極めてみてください。まあ、元気なのに歩かなくなった場合は、今言った3つ、この理由があるので、参考にしてみてください。ありがとうございました。